皆さんこんにちは、荒瀬です。辻です。はい、というわけで始まりました、はい、第2回目を迎えましたニコナニ動画。ニコナニ動画、こちらはですね、ニコニコグループさんの、店舗さんで実践を行わせていただきまして、まあ、我々が、まあ、2人でですね協力し合いながら制限時間内で、勝利を目指すという、まあ、ガチンコ実践番組と、はい、岡田さんになっております、はい。というわけで辻くん、はい、今回の実践の舞台はどちらになりますか。はい、我々が来ていますのは、ニコニコ、御殿山店さんの方に来させていただいてます。はい、まあ、非常にありがたいんです私、はい、ありがたいんですけれども、はい、この前でオープニングを撮ることはないんじゃないかなと通行人の方々が何なのあの人はどこの誰なのみたいな感じで、ちょっと駅前なんで、はい、まあ、かなり交通量激しいんですよ、はい、正直非常にやりづらいです、はい、まあ、前回はですね、ニコニコ寝屋川店さんで、はい、健三君と大和君が、はい、まあ、実践の方を行いまして、まあ、僕から見たら2人とも可愛い後輩ですよ、はい、彼らバッチリ勝利してますプレッシャーです。プレッシャーですよね。でぶっちゃけ、辻君は今回が初めてのデビュー戦ということで、はい、でもだいぶ緊張してないように見えるけど。いや、してますよいやでもなんか堂々としてるなと思って。いやいや、この膝がもうガクガクしちゃってもうまあですね、そういったわけで、はい、今回は我々チームを組んでですね2人で勝利を目指していこうという話なんですけれども、はい、まあとりあえず実践番組ということで、はい、我々の展開をお見せするというのが第一なんですけれども、はい、それと同時にですねまずは朝一の段階で、うん、我々が一体何を打つのかというのを皆さんに予想してもらいつつ、はい、僕らの考えとですねぜひシンクロしていただいて、あたかも一緒に同じホールで戦ってるようなそんな気分を味わっていただければと思いますので、はい、まあ何はともあれまずはですね抽選をクリアしないことには始まりませんから。そうですね、はい、それでは早速これから並びに行っていきたいと思います、はい。ニコナニ動画。まあ現在ご覧のように並んでおりまして、まあ今100名前後のお客様がお集まりになられているということなんですが、はい、まだですね、抽選まで間がありますので、はい、この間にですね我々が前日行いました、はい、下見そして作戦会議の模様をご覧いただきたいと思います。どうぞ。さあというわけで、はい、前日の下見にはい、やってまいったわけなんですけれども、はい、ただいまですね、時はひな祭り、ひな祭りですね、それがもうすぐ終わりかけのレディオ、はい、22時、今ただいま05分ということで、はい、これよりですね閉店前のホールの状況を下見して明日の実践につなげていこうじゃないかと、はい、早速ではホールに突撃したいと思います、はい。頑張りますよね。頑張ります。おっす、頑張るぞまあ僕ももちろんこのホール初めてなんですけれども、はい、辻君はまさかのまさかの常連さんだったりはしないでしょ。はいはいはい、違いますねはい。で実際に今回スロセンのホールさんということで、はい、まあ、前回健三君が、はいはいはい、健三君チームがもうすでに実践をされているということなんですが、まあ、そうですね、はいはいはい、結構ですねなんか設定を散らすよりは固めて入れてくるような傾向が強いという、うんうん、ほうほうほう、そんな情報は引き継がれてます。ああ、なるほど。で先ほどですねちょっと準備をしている間に、はい、まあ、親切な常連の方にいろいろとお話を聞かせていただいたんですけれども、うん、結構癖があるよと、はい、どうも真ん中寄りあたりを中心に見ていった方がいいんじゃないかと。ああ、なるほどなるほど。あとはですね一般的なホールさんでいうとやっぱりメイン機種、うん、まあ、台数が多い機種が狙い目になるっていうのは、まあ、もちろん当然のことなんですけれども、うん、まあ、このホールさん見ての通り4台設置機種が多いんですよ。そうですね、多いですね。そうなんです。はい、でもう すでに目に入ってきましたけれども、まあ、スカイラブ、うん、今日36回の、まあ、RB、ART だと思うんですけど50回、はい、でその後ろ側の非表電に関しても今日40回の、まあ、32回ということで、なるほど、まあ、4台機種っていうのはどうしても旬から少し外れた機種が多いとは思うんですけれども、はい、そういう機種にもしっかり、まあ、スカイラブなんてこっちのないもすごいですねこれ、回数ついてるんで、ほうほうほう、まあ、そういった意味ではですね、まあ、メイン機種だけでなくしっかりと見ていく必要があるのかなというふうには思います。ただまあ一応はですね、まあ、やっぱり今のメイン機種といえばオス番長2、はい、さらにはまあホストの剣、そうですね、まあ、2機種はやっぱり外せないと思うんで、うん、まずはですねそちらをちょっと見に行こうかなと。あ、分かりました。思いますんで早速ですね、まあ、こちら見てもらえば分かる通りに、はい、まあ、回数、はい、まあ、54回、49回、76回と、まあ、はい、先ほど向こうでも見た通り、まあ、これが塊と言われるものなのかもしれないと。この76回ついてる台、はい、もう明らかに高設定っぽいなっていう台は3000枚出てる、うん、はい、まあ、こちらの63回の台に関しても獲得枚数3940枚、
まあ、こちらの台よりは ART の回数が少ない表示になってるんで、うん、まあ、一撃で出た可能性はあると思うんで。そうですね。で、あと北斗に関してはちょっと個人的なんですけども、はい、結構回転数回していくと高低ってどっちかっていうと見抜きやすい方ではないかなっていう感覚があるんですよね、はいはいはい。で、まあ、その中で、まあ回転数こちらも7500回転回っている、はい。まあ、こっちに関してもまあ7000回転回っていると、まあ、回数だけでちょっとわからない中でも、まあ、そういうのも見えてくるんではないのかなと。この設定じゃないと回さない、まあ、結構設定差が顕著に出てきますからね。そうですね、はいはい。こっちもそうですね、こっちも4000枚で、まあ、前日が28の4ですから、まあ、そういう意味では回数が少なめなところに入ってると考えていいのかなと思う。なるほど、なるほど。てか出てるね。そうですね。いや出てますよ。ちょっとお、大変なことになったんですね。なるほど、なるほど。モンキーは6台設置なんですけれども、6台全台がサダマプラス。あ、いやすごいですね、島全体的にも回数が。これが要は塊ってやつなんじゃないの。ということは、はい、その5台機種とか、はい、4台機種に固まってっていう可能性もあると思うんですよ。そうですね、はいはい、なるほど、なるほど。なので、まあ、現状ですけれども、とりあえずメイン機種である北斗、はい、まあ、そしてオス1超2を見てきて、うん、まあ、ある程度、まあ、上げが有効っぽいんじゃないかなと、はいはい、いうのはなんとなく見えてきたじゃないですか、うん、はい。とりあえず、まあ、僕はやっぱり何が今一番したいかっていうと1超2なんで、とりあえず、閉店時のゲーム数をまずは見ながらですね、1超2北斗、さらには他の機種を見ながらですね、上げっぽい傾向にそぐうような台をチェックしております。あとはですね、もう本当単純に好きだっていう理由で赤ドン、ちょっと狙い台を絞ったんですけれども、かなりですね、ボーナスの最高回数見れば分かるんですけれども、まあ、ART 回数が100回オーバー、これはもう確実に高設定使ってないと多分出ない数値だと思うんで、まあ、赤ドンに関しても、しっかり設定が入ってる日があるんだなというところで、まあ、一応ですね、その塊を狙うという意味でも赤ドン、あとはですね、まあ大穴と言ってもいいでしょう。こんな状況下で狙わないわけにはいかない、そんな機種が1機種ありまして、まあ、僕はもうこのパスの銀と金という台が大好きです。まあ一応ですね、こちらの2台よりはですね、こちらの2台の方が、ボーナスの最高回数が多い、特にこの台が多いと。でここに僕はボーナス最高回数っていうのは、ホールさんの癖を見抜く上での一つの手がかりになるというふうに思ってます。これなんでかっていうと、やっぱ好きな場所には高設定投入率が高くなると、要はホールの設定を決めてる方がなんとなくこの位置が好きだというときは、まあ、入れるときにやっぱり頻度が多くなると思うんですよ。で頻度が多ければもちろん最高回数が多くつきやすくなるというふうに考えることができると思うんで、銀金に関してはそういった理由を無理やりこじつけた上で82番、まあ、番号が遅かった場合はもうここに走ります。どうでした？はい、初めての撮影ありの下見はあんまり覚えてないです。でしょ。はい、俺も覚えてないもん。本当ですか。まあだからこそこうメモを取るのが大事だったりするんですが、はい、じゃあですね、はい、この後実際にホテルに戻りまして、はい、その情報をすり寄せながら、はい、まあ明日の方向性を2人で決めていきたいなというふうに思っておりますんで、はい、とりあえずホテル戻りますか。そうですね。仮眠を取るかっていうのすごい大事。なるほど、勉強になります。でしょ。はい、さすがです。結構ねこれはね若い頃からお世話になってるからさあというわけで、はい、僕の部屋に戻ってきたわけなんですけれども、はいはい、まあ、これからですね、はい、明日のためにですよ、はい、さっき見たことをですね、はい、もう一度振り返りながら、はい、まあ、作戦考えていきたいなと思うんですけれども、はい、どうですか辻君としては。明らかにまあ今日すごく出てた回数がついてたモンキーターン、はい、はい、あの辺とかもまあ塊でもしかしたら据え置いてくるんじゃないかなっていうのも含めて一応ゲーム数はメモしてきました。皆さんこの方できる男ですよ。いや実はですね、はい、ちょっと僕あの常連の方と話してるっていう話をしたじゃないですか、はい、まあその常連さんの話の中でも結構固めてくるんですよとか、はい、で実際その固めてきたものを背負く場合もあるということで、まあ、そういった意味ではモンキーターンなんかは結構狙い目になるんじゃないかなと思いますんで、まあもしで明日早い番号取れれば全然あり、はい、あ、そうですね、北斗番長2あたりも、まあ、一応
見てきましたし、はい、はい、まあその中もありなのかなと思っております、はい、僕の方はですね、はい、もうまあオーソドックスに、まあ、番長2を特に入念に見させていただきまして、まあ今日感じた、まあ上げ、はい、あやっぱり どっちかというとそういう塊を置くっていうことは可能性として考えられるけれども、うん、ホール全体を見た感じではやっぱりその回数がついてないところを上げてくるっていう傾向が強かったんで、はい、まあ番長2のゲーム数をメモりつつ、まあ、左の列と右の列で各2台ずつ、はい、まあ、狙い台を絞りました。なるほどなるほど、はい、はい、あとはですね、その塊といったものを意識する以上は4台機種もチェックしておかなきゃいけないということで、はい、完全にまあ趣味の面で赤ドンミヤビと銀金、あ銀金ですか、銀金得意の、まあ笑ったな今、いやそんなことない全然笑ってないです、いやいや久しぶりに戦いたいんだよ俺クラマエと。なるほどこんな理由をつけてクラマエと戦えるケースは、はい、もう多分一生ないかもしれないから。なるほどなるほどこれの中から何をチョイスするのか、はい、あとは明日の実戦をお楽しみということで、こんばんは、おやすみなさいということで失礼させていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。やっぱり感性ほとばせるのは左手です。右脳と繋がってますから。怖い。こう向きなのかな。こうね。はい、右脳がね感じたのよ、はい、この札を。この札を。はい、じゃあせーのでいきますよ。せーの、ドン。ドン。ドン。おお。おお。やはり右脳。でもすごく微妙だよ。でも22だったら結構いける。いいですね、結構、結構いける。あら、やる、やっちゃいました。やるよ、よかったよかった。とりあえずこれちょっと路頭に迷うってことはなさそうな番号を引けたんで、なんとか第2話いけそうですね。座れそうですね、はい、よかったです。というわけで、はい、抽選結果は上々の結果ということで、はい、まあいいスタートが切れたわけなんですけども、はい、早速この後実践編、僕らは一体何を打つんでしょうか。はい、それでは行きたいと思います。おはようございます、よろしくお願いします。おはようございます。さあ狙い台のさあ、いよいよ入場が開始ということで、まあとりあえずは狙い台を見に行きたいなと思うんですが、あ、開いてねえな、狙い台が開いてないですね。さすがにちょっと全部埋まってるんで、はい、じゃあ、自分が選んだ台はこちらです。まあ、こちら台を選んだ理由なんですけども、まあ、一応昨日、こちら回数ついてるんですけども、まあ、こちらのデータ表示機、下見の時にも説明した通り、サマ、サダマが出るようになってまして、まあ、昨日一応マイナスになっていること、あと昨日の前日下見した時に、まあ、角台が意外と強いなっていうのをちょっと感じたので、こちらの台を選ばせていただきました。ニコナニ、ちょっとこれやべ、ギンギン来ちゃった、ギンギン来ちゃったよ体が水溶する。そっか、番長2の狙い台は取れなかったので、とりあえず狙い台が空いておりましたので、今日打つのはこちらです。一応その4台機種に固めてそういう高設定が入るというような、まあ常連さんのお話も聞きましたし、まあ、前回のケンちゃんの、そういった情報もありますので、まあ、とりあえずそれを期待しつつ、まあスカイラブとか飛砲伝とか、必ずしも固まって入ってないところにも、高設定らしい挙動が昨日の下見でも見て取れたんで、まあありかなと思いまして、ちょっと打ってみたいなと思います。ニコナニ、それでは早速実戦の方スタートしていきたいと思うんですけれども、まあ、どこに注目してでは設定を見抜いていくのかという話なんですが、まあ、そのジャックチェリーからの、ドンめくり ART のチャンスゾーンですね、ドンめくりへの当選率、こちらにですね、低設定と、まあ、高設定の差がついているよという形になっておりますので、まずはですね、子役狙いをしっかりと行って、
ジャックチェリーの成立を見抜く。そしてジャックチェリーを確認したらドンめくりに当選したかどうかをチェックしていくというのが、まあ一つカンパ要素の大きな軸になります。まあただですね、設定6でも当選率が 9% 強ですので、なかなかジャックチェリーからのドンめくりというものは確認できないと形になっておりますので、その他の要素に関しても多角的に見ていく必要性があります。ただ今これ見てください、この山が非天敗の形がジャックチェリーになります。でこのジャックチェリーと山の確率に設定差ありますので、通常時はこのジャックチェリーと山をカウントしながら打っていく、まあ ART チームも同様ですね。とにかくこの2つをカウントしながら打っていくという形なんですけど、なんだか派手な演出がいっぱいあって説明がまたかい。おお、しかも強地プラス山なんでこれは熱いですよ。ピックも十分期待できます。またでも露天風呂があるよ、これあります、余裕パターンなんで。なんで、あーだだだ、まあ速攻口入りましたけど宮浦市の可能性もあります。ただボーナスの可能性の方が高いと考えるのが自然なんで、ここはあいつを狙っちゃいましょう。まず何なの、交通ベル3連発、ね、まあまあやはりボーナスでしたね、ただしですね、ビッグに関しては設定差がないです。ですのであまり気にせず、まあとにかく引けたらラッキーということで、まあ正直投資2000円ですから相当幸先のいいスタートが切れたんじゃないかなと思います。まあ、ART 当選の部分に関してはちょっと不安が残るスタートにはなりましたけれども、まあまだまだ先は長いんで。ニコナニ、はい、じゃあそれでは、早速北斗の拳打っていきたいと思います。乾杯予想になるんですけども、まあ自分が一番重視しているのは、激闘乱舞宿命の時、終了後ですね、あと朝一ですね、それのモードですね、1で 15%、6で約 30%、天国モード、いきますので、その辺を注目していきたいんですけども、お、まあ、こちらスイカですね、スイカ、キナナの下にあるスイカ、こちらでやってしまう と、強弱見抜きづらくなるので、それ以外のスイカを狙って、はい、こちらとまた場合弱スイカになります。はい、ちょっとここで弱スイカ引いちゃったんで、朝一のモードがちょっと判別しづらくなってしまったんですけども、まあ、ちょっとケンシロウの動き見ててもちょっと若干天国ではないのかなとも思いつつ、お、早速ジャキ行きました。ジャキの場合はですね、天国モードの 50%、 お、ごめんなさい、喋ってる途中に熱いです、めちゃくちゃ熱いです。でかい稲妻プラス緑色、多分こちらスイカだと思うんですけど、ボーナスも期待できる。ジャックスイカですね、はい、シントのバトルになります。ボーナス、はい、早速出ました。追加からの共通ボーナスですね、幸先いいですね、頑張っていきたいと思います。ニコナニ、やべ、全然引けない。あー、さすがにちょっと厳しいかな。まあ一応ですね、ビッグ5は、全長を期待させる神社ステージからのスタートとなります。まあ、もちろん降格に移行する可能性もあるので、ここで特定薬を引ければといったら、また何なんだこれは、おお、マジか、超熱いっすよ。まあどっちで当選したのかはちょっと分からなくなっちゃいますけど、まあ降格だったら設定差ないんで、一応ですね、宮城ラッシュ当選時のセット数振り分け、こちらにも結構設定差があります。まあ6は 50% でしかワンセットが選ばれないので、
まあ基本的には初当たりから連チャンすればするほど高設定の期待が高まると。一応上乗せ期待度にも設定差ついてまして、まあビサなんですけれども高設定の方が上乗しやすくなってるんで。おお、まあ大丈夫だと思います。一応目が燃えてるんでチャンスパターンですね。さすがに演出書き換えまで起きてこのパターンで外れたらもう今日は帰った方がいいってことになりますから。はい、いただきました。おー、そう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 。さあ継続ジャッジ演出ですけども、あー4、3連数も出ないとなるとちょっと厳しいかな。まあ、まだ一応ですね復活の可能性あるんですけどちょっと厳しいかな。やべえの、あーもうベルコボシメがベルコボショはベルドロイが止まっちゃった時点でもうナビはないですね。ワンセットです。まあちょっと出足としてはあまり嬉しくないスタートになっちゃいましたね。ニコナニ、はい、こちらラスト2回と出てますけども、ベルが2回あと揃ったらラオウとのバトルに突入します。ちょっと何も引いてないんでね、まあちょっとこれは怪しいんではないかなと。ラオウと遭遇、ここでトキですね。まあここでいかに乗せていけるか一番頑張りとこではあると思うんですけど、いかんせん、はい、バトル発展ですね。まあ、こちらに、まあ、最上で2ゲーム、新とのバトルになるんですけども、ここで特定役を引けば上乗せが確定。まあ、こちらリプレイ、はい、じゃあ次2ゲーム目ベルナビはちょっと厳しい。よし、おっしゃ、よいしょ、はい、新党のバトルからプラス20ゲーム、押し順ベルですね、押し順ベルからプラス20ゲームいただきました。ありがとうございます。いやいいですね、朝一から調子がいい。お、第3停止、はい、こちらまた新党のバトルです。まあこれは間違いなく降格、バトル降格ですね。まあはい、またもう一度、おお、あた、これはリプレイ、通常リプレイから、おお、いた、ここ、1回いただいて2回目、0のところで2回目を続けば、次の10の位までは上がりますんで、まあ、ここ、一番力入れるところではないかなと思います。はい、じゃあこれでいいで、まあ、まず1セット目ですね、ラオウとの継続バトルに転します。よし、一番弱いパンチ避けて、あら、あー、こっちで雲が動いてれば、あー、止まってる止まってる、そんな凛ちゃんお願い、あ、はい、まあご一応、まあ2連でですね、まあ、まあ白オーラだったんで、まあ仕方ないかなというのもあるんですけども、ちょっとパンチで負けるのはちょっと気持ちがいいものではないですけど、おっと、お、今、子役払い出し時のランプがレインボー、これはもう実践上確定となっております。
まあ、あくまで実践上なんでね、まあ、しっかり見ていきたいと思いますけども、おお初めて来ました湯波ショークだけで、ここでおリーチ目、これリーチ目なんで、まあ、今のプレミアですね、その前の中段チェリー、ボーナスを引いたと。はい、これでボーナス確定。まあ、これは、設定差のない、ボーナスになります。じゃあ、今ここボーナスを引いたところで、前半はここで終了したいと思います。展開的にもね、まあ、ちょっと期待できるかなと個人的に思ってますので、まあ、中編以降も頑張っていこうと思います。ニコナニ、まあ、前半戦はですね、設定差のないところに過分に助けられてはいますけれども、展開としては上々、今のままいけばですね、十分な終始期待できるような展開なんですけれども、正直設定としてはまだ微妙なところなんで、中盤戦以降はまずこの台の設定がどうなのか、そして周りの状況も見ながらですね、この4台機種は当たり機種なのかどうかというのを、考えながら、臨んでいきたいと思います。ニコナニ、まだまだ熱いニコナニ動画、前編はここまで、続きは次回中編でお届けします。まあちょっとですね、同じドンでもドン違いだったかなと、予想だにしなかった意外な展開が、そしてギンギンの狙い台は出てるっていう皮肉なことが起きてる。ニコナニ動画、次回もお楽しみに。俺はもうダメかもしれないから。今回実践に協力していただいたのはニコニコ御殿山店、京阪御殿山駅のすぐ目の前、パッツロ254台、最高級のおもてなし、チョメダルシステムを採用し、随時会員様も募集中です。ニコニコ満面の笑顔で皆様のご来店を心よりお待ちしております。